あったかいの入れたら半分ぐらいになっちゃってさ、なんかどん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 縮んできてさ、中身がどんどん溢れてくる、こぼれてくるんだよ。やべえとか思ってさ、失敗しちゃったねこれ。プラカップ買ってこなければよかった。紙の方が良かったね。岩谷のカセット風専用鉄板焼きプレート。これも買ったんだよね。これちょっと今日試してみる。1500円ぐらいじゃなかったっけ？2000円。おお、全く簡単だね。これであとは焼くだけだ。お肉。肩ロースだって。あ、やっちゃった。これバカじゃないの？ウェットディッシュこっから取るんだよね、普通ね。開けてね。こっちからバコって開けたらさ、ウェットじゃなくなるじゃんな。手をね、除菌しないと。塩コショウまみれ。これでいいのか？あ、しまった。俺、あれ持ってきてない。ナイフ。包丁忘れた。包丁。しょうがない。このまま焼くか。かじるか。とりあえず焼こう。あー、あったかい。草、あ、野菜。野菜買ってこなかった。草。いやー、これは、ちょっとなー。あ、焼けてきた？もう焼けたんじゃないの？これ。あー。やっぱコップが必要だなー。コップ買ってこよう、マジで。今、ミディアム。いやまだレアだな。レア。コーヒーじゃない。コーヒーコーヒー。おーし。ライスライス。ライス。今ミディアムか？ミディアムぐらいだな。ちょっとナイフ忘れたからな。完成だ。いただきます。ハサミでもナイフでも何でもいいから買ってくればよかったな。あ長電話だ。意外と柔らかい。ステーキ丼になっちゃった。ほんとにナイフなし。うん、おいしい。全然食べるんだ。まあナイフがないから歯がナイフみたいな感じだ。てか平日の昼間にさ、バーベキューする人がいるとは思わなかったな。俺以外にも結構いるぜ。ちょっと肉が冷めてきたからもう一回温めるわ。なんだかんだ言ってやっぱあったかいと美味しいよな。あったかいご飯というか。うん、ラテさんいらっしゃい。もう夕飯。